生駒武史、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香。人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。はい、じゃあ今回もやるんでみんな来てください。せーの、ガチ打ち。角に角さんがなんだけど、これが窓2でしょ。初代がそんなにドマイナスって1台しかないしな。番長3出てる台よりかはへこんでる台。新台がバイオでしょ。見に来た人って考えると、その前後の窓2と転生盛り上がってる方がいいのかな。番長3がミサオパネルになったのって今回からでしたっけ。なんですよね。ミサオ前代ミサオパネルになってからは初っていうのもあるから、番長3もやっぱりな。番長3は朝1 128ベルでしょ。で窓2は朝1高確定設定でもいくでしょ。位置を意識しながら今日は、まあ角に角さん、角から3代目ぐらいまでで取れればいいかなと思ってます。はい、はい、じゃあ入場していきます。今日まだ、まだマギ取るか番長3取るかは決めてないです。並びとか、あとまあまあ一応ね、デメと取れる位置とかを意識しながらですかね。番長3角2が結構抑えられてるな。まどかがとりあえずこれを押さえつつ番長を見に行きます。じゃあちょっと他のところもジャグラーとかですかね。この7揃いの意味は本当にまあ分かんないままですけど、1台だけ変わってるとかで言うなら855がバー揃い、中段バー揃い、この台だけとか中段バー揃いが少ないのか、でもそう見えるだけかもしれない。チェリー止まってるとちょっと違和感感じて目につきやすいんですけど、855とハッピーの真ん中、このタラバンだけバー揃いだな。ちょっと気になるけど、それを言っていいものかはすごい迷う。はい、それでは実戦はスロット魔法少女マドカマギが2からです。はい、まあまあその朝一ってたように、とりあえず台の位置っていうのを意識して今日はやってみました。角から3番目以内ですね。で角から3番目までスロット魔法少女マドカマギが初代の方はすでに埋まっていたんで諦めました。で番長3なんですけど、角2ですね、角2が埋まってた感じで、まあまあいろいろあったんですけど取れたんですけど、こっちの窓2はね設定変更の確認とか、まあ降格以降も定設定でも行きやすいんで、まあちょっとそれ狙いみたいな感じですかね。あの戦い方内容は、ケガレッサだった気がします。スロット魔法少女マドカマギが2、ベルコ娘が出るまではあれですね、リプレイが止まった時に、はい、
る小娘ですけど、リブレイが逆行した時に上段に止まっての形のリブレイだと据え置き濃厚になります。で、2回リブレイって両方とも下段に揃ってたんで、まあ大丈夫そうかなと。まあまあわかんないですけど、一応前回までの様子見てるとセットされてることが多かったんで、あとは降格かどうかね。メガレッサは出てますけど降格者は今のところ出ていない。周り見てると、朝一マインカラッシュに入ってる台が多いので、ね、ちょっと魔女の結界っていうか見えてないんですけど、まあ、朝一降格行きやすいんで、まあ、その降格中に引いたレア役で結界に入ってそこからラッシュにつながったんじゃないかなと思います。なんで DCT でも、降格中降格が落ちて 40% ぐらいは、降格以上に行くで、朝一ちょっとだけ有利な台ですね。狙い台としてのまあ理由付けというのはすごい弱いんで結構早めに見切ると思います。まあ周りの状況に引っ張られすぎないようにやっていきたいと思います。左発展スイカ、スイカでそこ発展なんだろう、違うな、スイカから紫でしたね。これは設定じゃないんですけど、どっちにせんでまずボーナス爆発です。でどんな未来がっていう高設定しさが1台とか1回出ましたね。いきなり出るっていうのはなかなか 6%12% ぐらい2倍ぐらいの設定差があるんで、1回出ただけでも設定4以上の未来できるって思います。角から4番目の台がどんな未来が出たんで、ちょっと角から4番目とかも意識しながら後で見ていきます。今見えるのは白の初代の窓巻きですね。まあ、初代の方で今日この周りとかが出れば角から4番目のなんかの台を狙っていこうかなとも考えてます。チェリーだ、プレミアです、今日チェリーからボーナス。はい、こっちメダルでそのままボーナス。このチャンスの前兆が終わったらまたちょっと店内見に行きたいと思います。まあこれはもう朝の日課みたいなもんです。あ、今赤ステッチにしました。珍しい。ランプ、ランプ光った。チャンス目か。ゲーム早い。早い。ゲームじゃない、2ゲームか。多分チャンス目で当たったんですね。もったいない。はい、あ、チャンス目 B から。25ゲーム。ボーナス連打ですね。おー、若い。魔法少女になってよ。よし、
ラフィックでやっと。願い事を決めるんだ。キュップいい契約してくれる気になったらですね。ところは今のところない。はい、内角へと天国からですかね。何も見てないんで。あ、青い。前回ね、内角クエストかなり多い。あれかな。はい。大事。よし。オッケー。よし、これでこいつはスルーできますね。うまい。出たこのパターン。今日困ってて窓かな。一番気合入るとこかもしんない。うわー緊張する。いきまーす。よいしょー。色は変わんない。うわー悔しい。これはスルーしろ。よし。あー今のトレザラ200やったらな。これはね、大丈夫のはず。まだね、今日ここで上乗せしてないんで。なんでこれもする。取った。OK。これはとっても大丈夫。はい。で、あ、9名だから次で絶対京子のマスも使っちゃうのは確定ですね。それ以外出たーリブレイだ。ゴーゴーエロ10。せっかく引っ張ったのに、これを取ればもしかしたらバトルマス出てくるかも。もう人気がきついな。あれ結構頑張ってたはずやのに、思ったよりしょぼいっすね。そう、今日はドヤキラやれへんな。はい、ラクエストで25ゲーム乗せただけで、とりあえずは終了ですね。442枚で、一応ね、ちゃんとあれ保全帳中だったと思うんで出てきそうな気はするんですけど、あれどうかな、わついてるかな。ステージ移行はなしなんで、これで演出発展してですね。これレア役対応なんで、この後に発展するんじゃないかな。20ゲーム。結界ですね。さっきのダッシュに入る前が本店長中だったからだと思います。さあ、行くわよ。リア役行かないと厳しいかな。赤文字出ましたね。おー、ヤオコくん。
ました。これでラッシュ復活です。順調だな今日。おい、おー、花火がら。よっしゃー、企画クエスト。おー、すごい。やばい、これで終わっちゃうかも。ルカダメだな今日は。あー、一ゲーム遅いやつ。もう一伸びしないんですけど、ちょっと増えました、520枚。これ、出玉的にはすごい順調なんですけど、371回し、弱チェリ1回なんですよね。で、まあそもそも、特に強い狙い台でもないんで、このまま、チャンスを入らなければ、早いですけど、やめようかなと思います。じゃあまあこれでやめていいかな。まあまあでも出玉作れたんでね、なんとかプラスをキープしたまま次の台をついて、まあそのまま終われたらいいですね。いつもねジャグラー各機種にそこそこ当たりっぽいのあるんで、もうこの時間からジャグラー探してもいいのかな。どうだろう。855あれですね、私が中段バー揃いって言ってた台はレギュラーボーナス2回引いてます。295で2回、でもビッグ引けてないんで合算は悪いですね。あれが良ければハッピーの真ん中も攻めれたんですけど、これでもあれか、まだ ART 抜けてからのベルモードの移行は見られてないってことでしょうね、きっと。多分やめたってことは最初589ハマるまでに32を抜けたんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあちょっとじゃあこの台を確保しつつね、7までもう1回ぐらい見ても良さそうなんで、はい。それでは2台目ですね、番長3。これちょっと7までいってみます。ついでに射程がいるんで合格の可能性もちょっとだけあります。まあ、この台は ART1 回抜けて、おそらく1回ね対決した後すぐやめてるんじゃないかなみたいな感じの台です。で1回目の初当たりが500後半だったんで、まあおそらくその500超えるまでの間に32抜けて、まあまあ設定的には期待できないだろうということで即やめするんだと思うんですけど、まあね1回ぐらいはもしかしたら超えるかもしれないし、ちょっとあの期待しながら、いや期待はできないですけど、まあまあ 7ベルまでの確認ならやってもいいかなぐらい。じゃあ7回目ですね。チェリーもだ。あ、チェリーじゃない。7回目のベル。射程が左から来たんでちょっとだけチャンスアップ。だいたい7、8で出てくるんですけど、出てこない。10超えても出てこ、煽りがないと終わりですね。まあまあ別にやめられてるってことはそれまで良くなかったんでしょうし、まあ7超えたんでこの台もこれでちょっとやめちゃいます。す
病気だと仮定して打つなら、ジャグラーガムなんかな。このハッピーにしようかな。313ゲームでレギュラーボーナス2回のハッピージャグラー。はい、それでは、ハッピージャグラーですね。まだ全然お昼前なのにジャグラー育てて、ちょっとあれなんですけど、まあまあ、この台を打ちながら他に様子を見ていく感じでやっていきたいと思います。313ゲーム02の台です。あ、47の倍上が一瞬開いたかと思ったら違った。ちょっと気になるのは、その朝一バーゾロイしてた、中段バーゾロイしてたマイジョグがね、レギュラー選考でビッグもちょっとついてき始めたんで、ちょっと怪しいかなぐらいですね。で、同じ中段ゾロイの中段バーゾロイの台がハッピーな真ん中、446ゲームあってのボーナス、まだまだ可能性あるんで、これがダメで、この台がダメで、中段バーゾロイのマイジャグがちょっと良くなってくると移動も考えようかなって感じですね。おい、ジェリー負け。100まで打ったらまたちょっと店内くるっと見ましょうか。この台がね悪くないんでまだ打つんですけど、一応ねダメだった時の移動台の候補の探しを、移動台候補探しはしときたいなと思ってます。まあ大体何するかって言ったら、まあ、こう設定示唆演出とかが見れる台とか、初代の魔法少女、まだスロット魔法少女まだ可愛いかとかですね、あれの内ボーナス中のキャラを見とくとか、まあ、2であればボーナス終了後のセリフ近くにいれば聞いてみたり、まあ、序3だったらね、終了画面とか見て、まあさすがに四五六角を捨てていく人はいないでしょうけど、清水寺で接点に以上出てるとか、そういうのがね、見れればチェックしておいて、でその台が空き台になった時に座れればいいかなと思ってます。とかそういうちゃんとした、あの、構成っていうのがね、出てる出てないじゃなくて、こう出て挙動の台を探しておくと。はい、じゃあ今108ゲームなんですけど、まあこの後店内見ていきたいと思います。ブドウは 6.4 ですね。ピジャグラは他のジャグラよりちょっとブドウもめなんで全然問題ないです。で番長3、そろそろバゾーンもゲーム数も行ってきたんで、通常番長ボーナスいてる台とかあってもいいかなっていう感じですけど、番長ボーナスいてる台はこの台が778番台かな、覚えておきましょう。マドンマギー、おー初代の方強い、あ、こっち買ってますね。1、2、3、4、強いな。まあ、スロット魔法少女マドカマギカで間台を打つっていうのはかなりのリスクがあるんで、まあ、出玉感だけじゃなくてちゃんとね、その強固止まりだったりとか通常マギカラッシュ、そういうのを引いてる台が開けばちょっと打ってもいいかなっていうところですね。まあ1台開いてるけどちょっと触れないです。はい、それじゃあ引き続き打ってきます。まあまあ勝ち逃げしたいなと思ってるんですけど、どうやろう。よいしょ、いいの、いいんだけど。なんで7狙っていきますね。はい、
中段バー揃いだったマイジャグがちょっと良さげになってるんですよね。なんでこのあんまり回ってない真ん中のハッピーがちょっと怪しいっちゃ怪しい。まあ意識しすぎかなとは思いますけど、今までそんなに感じで動いてる人もいなかったし、ちょっと押しが2000円なんでまだ全然余裕はあるんですけど、あんま時間の制約とかがなかったら絶対に勝ち逃げします。そのあと朝一その気にしてた台の位置の法則性あとかというのの確認もそろそろね見えてきてもいい頃なんで、ちょっとじゃあそろそろ見ますか。ぐるっと朝一ちょっと気にしてたマイジャグラ855番台これ今いい感じですね。13、11の110何歩だろう、112分の1か6ぐらいですね。6以上にいけてる。はい、これが初代のずっと孫長者マドカマギか。どうかな、さっきよりはちょっと手玉分かんなくなっちゃったっていうよりが持って帰った感じですかね。私の隣の台はずっと打ち続けてますね。朝一どんな未来がって言われたこの台ですけど微妙。デーボーナスがめちゃくちゃいいんですけど、ああそういうパターン。花火はボーナス軽いですね。137分の1ちょっとだけあれ見てみます。履歴ここがね309枚だったらっていう話なんですけど、ない出てないですね。外れ出て、外れは出てない。でも今日は、あんまり目立って強いところはないですね。ジャグラーに戻ります。はい、続いてキャッピージャグラー打ってきます。300は余り当たんない。そう、今362、累計ちょうど1000だ。前輪車と合わせて25の143分の1ですね。ちょっと400超えたらやめましょう。全然あるかもしれないですけど、まあまあこの保証ある保証ももちろんないですし、なんかねもしこのあと何か打ちたいってなった時にある程度出玉残しときたいんで、まあこれあれでしょ、ガチ打ちでしょ、ガチで勝ちに行く番組でしょう。ちょっと無駄打ちして負けるのはさすがに格好悪いんで、見せ場がどうとかは抜きにして、これで400ゲーム当たんなかったんでやめましょう。26出るでやめ、200で対決、200で ART には行くってやつですね。でもこれ折っちゃうと多分マイナスだな。ちょっとメダルで見ます。353優勝、314全部ゾーン抜け後ですね。259、348、よし打てない。86打てないな。なかなか打てる台がないですね。待機かな、ちょっと打てる台がないな。ちょっとベル5やめの台があって7までどうかと思ったんですけど、まあまあちょっとやめます、やめときます。もっと他にいい台探しますね。なんだよなこの台が。
3494で122分の1のマイジャグラー3、これが入ったんでちょっと打ちましょう。はい、それではマイジャグラー3ですね、1対1044で122のマイジャグラー3があったんでこれで打ってきます。ちょっとねぐるぐるしてた時になんとなくやめそうな雰囲気だったんでちょっと近くのソファーで休んで見てました。前任者の人ブドウ数えてなかったんでブドウが悪くてやめたとかじゃないと思うんですよね。ちょっとマイジャグラーなんで光った時見えにくいかもしれないですけど、最近よくやってるのは携帯のカメラ機能でこう携帯の画面に映し出すってやつですね。データ的にはおー光りました。こっちの方がいいって言おうと思ったらとりあえずチェリーではない。はい、プレミアはなしで、よいしょ、ゲットです。よかった。はい、なかなか地味な展開ですけどちゃんと増えてますよ。いやもう本当に最近のね動画はちょっとガチが抜けてると言われたんで、じゃあっつってもう見せ場とか知りませんからねって言ってジャグラー打ってます。ハート7の塊を狙うの、まあ、全然違うか、ハート7の塊を狙うだけが一緒。当たりましたね、これ2角ですね。負けでした。これで光った面白いけどこれやってから全然ペカんないですね。あーでもやっぱあの真ん中のハッピージャグラーもすごい良くなってきたな。中段バートル良かったのかな。いやでももうほんと多分この台以上の台は毎日開かないんで打ちますけどプラスのとこでやめますからね。投資2000円ですから100枚は絶対持って帰ります。もうすぐ300ハマる。1回でいいの、本当に負けてもいいの。これは本当に100枚近くまで減らされた。もうやめようかな。こういうアズバカな遊びしだすと当たんなくなるんですよね、これは。もう400はまたやめよう。あった。あった。これ、なんかうちもう出目の方見ちゃって、光る瞬間見てなかったけど、こんな感じになるそうです。頑張ってからビッグがいい。よし、はい、ビッグでした。はい、余計なことしてすいません。チェリーは化けなんだよ。よし、増えた。全部チェリー、ちゃちゃレギュラーはチェリーからなんですよね。今回はびっくりしたけど、はい、とりあえず、そうですね、あとスノーはこれで時間なんで、この辺りで終了したいと思います。お疲れ様でした。実戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、いい顔してますね。そりゃそうでしょう、言ったでしょ。あ、そうだ、まず結果からですね。はい、はい、じゃあ結果言いましょう。投資が今日は少なく抑えられました。2000円で100枚
して回収が、ジャグラーの分ですね983枚です。ということでプラス883枚。およし、これでサードチャレンジは勝ち越し確定しましたね。そうですね。よし、言ったでしょ、今日も勝つって絶対。僕なんか必死やったもんね。必死でしたね今日はね、本当にね。もうちょっと良くないなと思ったらすぐ移動して、なかったら打たない待機いやいや、もうなんかちょっと最近ガチ感足りないって言われてたんで、今日はねちょっと本当に固く固くいこうと思って、まあ本当見せ場的にはね、ジャグラーばっかりで、まあちょっと少なかったかもしれないですけど、まあなんとかおかげさまでプラスで終わることができました。じゃあそういうわけで、サードチャレンジ第2回戦も、プラスで終えることができましたということで、また次回、3連勝できるように頑張るんで、また見てください。じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。